村人のみになっております。うん、村人のみ、薬害 OK です。では、ゲームスタートを5番さんにお願いいたします。狼と巨人買って誰が文句言う人いる？狼と巨人は。役職をあれも文句言わない。巨人はね、結構買う人いいんだよね。選択しない場合、あえは。ランダムで振り分けられます。もうよ、人外かよ、これ。もういいけどよ。あなたの役職は、あれ人外じゃねえわ。騎士です。もう疲れだわ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。さっきみたいなのってもうほぼほぼもうね、新役とあれがもう、新役と霊能が、霊能の方はまだわかるけど、新役、新占いがもう機能してない時点でもう無理だったゲームで、なぜか新ロールやってから奇跡的に勝ったゲームで。新境路なら確実に釣られてんだよ、もう。あれ、新ロールだったから生き残ったんだよ。釣ったら負けるから、新ロールって。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。僕自身が霊能をしっかり精査したいんで、占い師です。9番さんが白でした。把握をお願いします。霊能を精査したいっていうのは、霊能神決め打てた時ってかなり強いと思ってるからですね。神を決め打てた場合ね。決めきれないときは僕は釣り切りますけど。そうですね。新要素を拾えて、確実にこっちが死んだなっていうときって、多分4戦に1回ぐらいあるんですよ。俺の中でね。経験則、4戦に1回ぐらいあると思ってるから、しっかり精査をしていくべきだと思ってるから、そう、霊能さんっていうのは1周目から出てきてほしいなと思ってます。で、まあ、騎士に関しては盤面次第だと思ってるんです。簡単に出てこないでください。2周目僕の位置になってからって、ポッと出てくる。2-1 盤面だから、ポッと出てくるなんてバカなことはやめてくださいね。しっかり盤面見据えて、最終位置時とかに出てくればいいんじゃないですかって思ってますけどね。5番のプレイヤーが発言します。はい、ナビトチーエです。特にしようございません。直近の4番さんに関しては、そうですね、騎士に関して、まあね、出てこなくていいって言うけども、じゃあグレー詰めの時ってさ、どうするのって思わないですか？なんかそれがちょっと不思議に思ったから。でね、これは進行路の違いかもしれないけど、一番、4マス、5マスの位置だったら、別に潜伏しとってもよかったんじゃないかなってちょっと思っちゃったりもするからさ。でもこれは進行路の違いだけだから、だからね、ちょっとね、あれと思うことが多かったかなっていうところですね。私はね、兵刀買わなかったり、自分の意見はっきり言わない人がね、狼だと思っちゃうんで、村の人はね、できるだけね、自分の目線で見える世界を言ってくださいって感じ。それがあってようがあってなかろうが、それは村が判断すればいいことだと思うので、思った景色を言ってほしいと思う。それをね、言わない人がね、人狼だと思ってます。以上。6番のプレイヤーが発言します。占い師です。7番さんランダム白です。7番さんランダム白お願いいたします。まあ、4は人外なんだけども、超人なのかローなのかっていうのはちょっとまだ難しいかなっていうところだが、どうなんだろうね。俺は普通に霊能2人出てきた場合っていうのも釣り切り進行どっちが真ってなかなか追えないと思うから、そこを決め打ちするかもしれないっていう4の発言が強ムーブなのかなとも思いますが、まあまだわかりません。はい。騎士に関しては、まあ普通に俺に、2-1 場面だと出てきてほしい。で、占い3しようとかなった場合は潜伏。だからまあ2周目で判断してもらいたいなっていう感じかな。で、5番さん割と俺印象良かったな。ダメダメなかなと思ったけど、全然真っ当な精査してたと思うよ。まあ、色落ちはしないが、印象はいいという形。7番、白です。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。7番、ケン・タケシと申します。村人陣営、特に仕様ございません。4と6だったら、若干4の方が偽っぽく見えているかな。多分、村に落とす情報って、4が占い師だった場合って、霊能を決め打ちたいとかっていうよりも先に自分の城先を言うのが重要だと俺は思っているよ。なんていうかな。発言の順番、言いたいことの順番ってめちゃくちゃあると思っていて、
重要なことを俺は一番最初に言わないといけないと思っている。それを4番が怠っていたから4の方が偽っぽく見えています。ここに関しては4番に関して気になるところがいっぱいあったんだけど、5番自身が言ったのって2点ほどしかなかったと俺は思っているんだけれど、その他になんか気になかったことってあったのって俺はめっちゃ思ってますわ。2周目頑張る。8番のプレイヤーが発言します。はい、4番の占い先を誰か教えてもらえれば。ああ、口頭でね。うん、いいんで。はい。そうですね。そうするとね、4が5白かどうかわかんないけど、5番星座入れると、グレーかなって。まあ、印象よく聞こえるよねっていう。うん。2周目の星座聞きたいねっていう。発言星座するっていうことなんでしょ？うん。理由とか、そういうのを大事にする人なんだなってぐらいの印象で。4、6はもう一回。意外と6は偽かもしんないから、ちゃんと2周目聞くよ。訳すかしたり走らしたりすらはやめましょう。濁るだけで精査できないですよ。だから釣られますよ、あなたは。そんなプレイしたら。村を残して狼釣りたいっす。SG1 の村人を残して白狼を釣りたいっす。SG1 の狼はどうするんですかって。狼釣るって僕言ってましたよね。言ってますかって話で。とりあえずね、黒い人に1票入れたいっす。4と6、もう一回聞きます。はい。9番のプレイヤーが発言します。占い師王、一四郎です。山さん、どんな気持ちか聞きたいです。占い師王、一四郎ね。多分4って強人なんだよ。騎士出したくないっていうムーブと、あと6番さんが4番さんにした精査が強かなっていうところは多分合ってると思うんだ。6番さん、狼ね。だと思う。逆の可能性もあるけどね。でも7番さんの囲いはないと思ってて、なんでかっていうと6、7狼だった場合って4が真に見えるから占い地に入るような行動はしないんじゃないかなと思う。で8番も4、6両方とも殴ってるとか構図からあんまり狼っぽくないから、俺視点1白出てるから2、3にもう1匹いんのかなって今んとこ思ってるかな。そんな感じですね。6釣りでいいんじゃない？あ、村猿とか絶対釣るからね。村猿とか絶対釣るよ。動くなよ。1番のプレイヤーが発言します。お子さんです。よろしくお願いします。とりあえず、8番さんに答えると4番さん、9番さんに白を出してましたよっていうところですね。で、ちなみに8番さん何言ってるか全く意味がわかりませんでした。占い師の精査に関しては4番強人っぽいけど、4番が1番偽に見えるから、真、狼どっちかわからないんで4番から釣りたいと思っています。だから9番さんの言うように黒砂丘、9番さん目線6番が黒に見えるかもしれないけど、村目線はそこよりも、確実に人外を落としたいので、4番さんを僕は釣りたいと思っております。村に関しては分からんけど7番が単体で白いなって感じましたね。僕と意見的には一緒かなと思いました。まあ、5番さんに関しての精査はね、そこまで僕5番さんを厳しく見てないんでまだ、うん、まあ、2周目の発言位置かなと思ってますね。黒理由を挙げられてない、2点ほどしか挙げられてないかな。そんなのは別にまだ2周目話聞いてからかなと思ってます。とりあえず僕は今日4番さんから釣りたいと思ってます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。俺は9番さんから行こうかなと思ってます。9番さんっていうのは4番強人、6番ローも追ったにもかかわらず、8番に対して8番が言ってたんで、4番ってどこ城かな、教えてくださいって。あなた絶好のチャンスでしたよね。4番から白もらって、じゃあ情報釣り観点で6番に行けたはず。9番が真であれば、まあ、4、6どっちでもよくなるんだけど、それでも6番に行けるっていう情報を8番さんに一切落とさないっていうのは、俺は新目がないのかなというふうには思ってる。4番は4番でね、これ7番とかやったから言ってたけど、うん、やっぱり占い師の、なんか白先を俺も先に言うべきだったんじゃないから、俺もね多分急かなと思ったんだけど、それでも はっきり聞こえなかったから、それは1番さんが急しろ言ってくれたから、あ、やっぱりなと思ったんだけど。3番のプレイヤーが発言します。
ます。3番のスキュラと言います。皆様の心の片隅にスキュラで覚えてほしいっていうところですね。4番、6番、9番の占い師を把握いたしました。この現状で、3使用場面なんですけども、ただ僕唯一引っかかっております。霊能出てきてません。なのに1番さんと2番さんって、あたかも霊能ロラっていう風な観点で話してるので、1番と2番に霊能がいるのかなって思っちゃいました。もうこれ透かすだけじゃないです。じゃないと3、4、6、9で、霊能がスライドした場合って、1番と2番を即釣っていこうと思います。今のところ片白で9番の片白の1番なので9番がスライドなく4、6で霊能スライドした場合っていうのは単体でも2番を釣るしかないです。なんでかって言ったら3使用形成で3、1番目の話しかしてないところからです。以上です。で、5番さんに関して4番さんのうーんっていうふうな印象言ってますけど、2日目の日に5番さんに白をかけられたら5番さんってどういう反応するのかなと思ってるので、2周目しっかりするんですけど、うん、5番さんは釣りたくないです。手だけ言っておきますね。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。ああ、6騎士すらね。じゃあ9番強人で二郎潜伏ですね。5番の狼って正直ないかなと思ってて、5番って俺しか出てない中で俺を真っ先に立ってきたんですけど、ただ5番の言ってることって、ん8番が騎士、6番も騎士。はあ、6番釣られると思った狼か。じゃあ6釣ろう。6番から釣ろう。で、例の2色見てもらおうかな。んで、6で白結果落ちた場合だけ8番釣り切ろうかなと思ってますね。で、5番に関しての狼目っていうのはほぼほぼないと思ってるけど、5番っていう人間は捏造もしてる人間だから正直わからんですね。俺っていう人間は霊能をしっかり精査するために自身が自分の役職をしっかり明かした上で霊能を精査するって発言しないと、あなた何様になるんですよ。わかります？うん。それを自分が占い師であることを伝えずに、あ、僕霊能残して、霊能一角させたいんで、とか、霊能心決め打ちたいんで、なんて言ってたら、真っ先に疑われますよね。言ってることは、俺、占い師としてちゃんと伝えたいから、それを言ってるんですけど、7番に関してもそこをね、うん。ちゃんと理由を説明した上で、急しろ、っつったの。うん。なんだろう、布石まで打ってるにもかかわらず 無責任に殴ってくるなと思ってて、ただ一番が一番気になってて、一番っていう人間がね、なんだっけな、あれ忘れた、ごめん、もう一回。5番のプレイヤーが発言します。ちょっと4番さんね、何様って言うけどピッピ様やよ。ねえ、それはいいんだけど、もうね、4番さんが真だと思ってる私は、9番さんね、もう明らかに出現してんのよ。ね、6番さんが狼に見れるかもしれないけど、4番さんも狼で、とか言って、出現しちゃってんのよ。なんでそれを拾えなかったのって思っちゃうよね、1、2、3。でも2番さんはね、ちょっと9番さんの違和感感じてたからね、まだマシやけどね、1、3に関してはね、ちょっと、え？って思った。なんでこれを拾えないのって思ったよ。4番さんもだけどね。4番さんがさ、シーンだったらしっかりしてって思うよ。本当に、マジで。でね、3番さんに関しては、1番さんよりもね、3番さんに関してはね、私に対してもね、突っ込んできてんの。ね、釣りやすいところを釣りをしてくる。まあ、人外でしかないと思ってるよ。うん。ほんでね、私はね、3、6、9じゃね？人外。3、6、9って見てる。今んとこ。うん。9番はね、本当に明らかに出現してんだよ。ほんで言い直してたからね。私、ちゃんと聞いてるからね、9番。あ？あ？とか言っちゃったけど。ね、なんでそれをさ、聞き逃してんの？ 1,2,3、不思議。でも2番さんはさ、9番さんの違和感に気づいたから別のところでね。いいけどもって感じだよ。1,3 ちょっと怪しいよ、ちょっと。しかもさ、1番なんてさ、白、なくなったけど。ねえ、もうほんと、ちゃんとして、村だったらちゃんとして、ちゃんと説明言ってね。ほんと、2周目次第だから、ほんとに。頼むよ。6番のプレイヤーが発言します。はい、9が1に白でしょ？だから別に、亡くなってはいないよ。まあ、俺が7に白だからね。はい、5番勘違いしない。はい、まあワンチャンね、一角せりゃいいかなと思ってやりました。8番ってマジで何よって思いますけどね。はい。でも8番がもし王家、強人だった場合、ご主人様を釣り落とす流れから、8郎の方が濃いのかなと思うが、どうなんだろうね。8って1周目全然発言聞いてなかった人間だし、
もう強靭で騎士で出ちゃおうっていう可能性も全然ある。はい。なんで霊能出ないの？はい。霊能が乱視点してほしいんだけど。潜伏する意味が全くわからないと思っている。今日の場面なんて普通で考えたら占い釣り、エクロス防衛。これが鉄板だと思うんだけど。で、破綻した方がまあ偽だと思えばいいでしょ。と思うけどね。うん。まあ、霊能さん出てきてほしいんだけど。はい。今日4級のランでいいんじゃないですか。はい。以上。7番のプレイヤーが発言します。はい。比例を透かします。比例を透かします。6番が言ってる通りかなって俺は普通に思っているけれど、今日に関しては占いから言っていいと思っていて、占い精査プラスその騎士の護衛先でいいんじゃないのって俺は普通に思ってるんだけれど、5番に関してはめっちゃ違和感しかないけれど、1周目に関しては俺って5番を叩いてるにもかかわらず、5番ってなんで1番しか戦わないの、めっちゃ違和感でしかないんだけれど、で俺感電するでしょ、色見えてんかなとかって思っているから。で4番ってそれを5番に関して白いって言ったよね、めっちゃ違和感にしかないけれど、占いから行くんだったら4から行こうかなと思っているけれど、2番の言ってることはなんとなくわかるかなって感じかな。うん。絶好の釣り位置でしょうって、自分が白もらったら絶好の釣り位置でしょうとかって思っているっていうのはめっちゃわかるかなと思っているから、には除外していいかなって現状は思っているくらいかな。新郎新郎まであると思っているから4から釣っていいかなと思っていて、その時はマジで霊能が乱指定するべきだとは思ってるけどね、絶対これ票ぶれるでしょ、どっから行ったらいいのって絶対村目線になるから、絶対出る盤面だよ。だから俺は比例のを透かします。マジで指揮を取ってください。以上。8番のプレイヤーが発言します。7番の状況判断ができてないの、ふざけてんの。うん。7番に黒が出た場合に釣るからな、明日。4番しか守んないから。うん。例のは知らんから、俺は。今日は6、8、占いに行かない。5番の話を聞いて、それでも4番釣るって言ってんの。その以前に6、8で、8の方の芯っていうのが精査できないの。6番はもう釣り逃れでしょ、何者かの陣内。6番は占い師で語って何と言いました。騎士は出てくださいって言ったよね。うん。こんな騎士がいるわけねえだろうよ。常識でゲームしてくれ。今日は6釣り。6に行かない場合には、釣るよ。4球。今日は6。7も6。絶対に。そうでなければ、7番の人狼殺がもはやわからない。占い師で出て騎士が出ろって言った人間が騎士などと思ってるんだったら、俺は恐ろしい人狼殺の世界に今ここに迷い込んでるわ。俺は出る意味ないんだよ。なんかしたからレースラーかと思ったんだよ。うん。ちゃんと、俺もチャット見てなくてね。で、4番の発言で騎士すらって言うから、え？と思って、俺が騎士なんだけどなと思いながら。で、出てきたよ。うん。それだけ。うん。明らかに釣り逃れの陣外でしょ。情報釣りだったら6釣りになってたんだから。4番しか、基本的に4番しか守んないから。4番新進行。5番が言う通りだ。4番新進行。霊能神の彼でも俺は知ったことじゃない。うん。7番に黒が出た場合、脳死で必ず行く。4番の7黒だけは信じて、もう絶対に行く。7番、というかそもそも、1、2、3、5、7に言うけど、6番に行かないやつに黒を打たれた場合に、俺は絶対に行く。4でも9でも極端に言えば。6、8の精査分かるよね、どっちが進化。6行って。9番のプレイヤーが発言します。だから言ったんだよ。5番なんか入れんなよ、マジで。9番もなんか、8番もなんか勘違いしてるけど、俺の何が失言なの？ 4 も6も俺目線人外なの。俺マックス強だから俺に縄使うなんてのはねえんだよ。何6番、4級の精査。と見せかけて9守っとくか。バカじゃない。4守ると見せかけて9守っとくか。今回に関しては8番もだけど。4神抜かれたらしょうがないけど。5番みたいなやつ入れたら本当お荷物だわ。絶対勝てねえわ、こんなの。何が、配送しようぜ。もうこんな荷物いたら勝てねえよ。クソ気持ち悪い。こんなん勝てるわけねえじゃん。失言だっつってんだもん、俺の。失言足りえねえだろ。俺目線4と6、どっちも人外なんだから、どっちでもいいだろうが別に。気持ち悪い。で？4視点はね、
別に。いや、だから5番入れてる。9種類は4でも6でもどっちでもいいんだけど。クソ気持ち悪い精査しかできねえ。でも9は何言ってんの？何が9なんでこういう怒って気持ち悪いのかな、話になってる。気持ち悪いな。あのさ、怒ってそういうの言ってんじゃねえよ。だから同存したくなかったんだ、なんとなくお前と。何考えてるそれが言えんだよ。8が4守るって言ってる時点でもう終わってんだよ、もう。何聞いてんだよ、8今回。てか、レールなんで出ねえんだよ。いいよ。俺9守るから。に関しても、俺が8に行く先を教えてやんねえから、それだけ4守ると見せかけて9守る。プラネ、あ、レールは守んないよ。うん。いや、こんなゴミみたいなレールなんか守る価値ないんだもん。守るわけねえだろ。セオリーで動けない人間っていうのはもうね、自己中心的なプレイヤーなんだ。ディノザスはサッカーと同じなんだよ。自己中なやつがゲームしてたら勝てるわけねえだろ。いや、今日4から釣ろうと思ってたけど、9から行こうかな。この暴言で何も考察しないんであればいらないなと思ったな。うん、俺の考えでは8番の発言的に8が強靭足りえるから4番が9に白刺さってるから4番から釣っていろみたいなと思ったけど、9番全く発言せえへんねやったら全くいらんなと思ってしまった。いやー。それでも9番は8番が死んで6番がスライドしたから6番をローで見るんだ。あの発言って結構教授にも見えたけどな、8番、8番の発言って。見えたけどな。そこ一切触れずにもう、ひたすら不満ぶつけるだけってか。9から行こうかな。9から行きます。2番のプレイヤーが発言します。マジでこの精査できない奴らってやばいだろ、6から自分精査なんて。9からでいいと思うで。9からでいいと思ってる。だって9番ってさ、6番から行くんだろ？じゃあ別に8番が4番守るって言ったら別にいいじゃん。9番噛まれたらさ、あ、9番死んだったんですねってなるじゃん。だからそれよりもさ、俺今日はさ、やっぱりちゃんと霊能出して、で、まあ占い師から行って、で、あ、俺は守り入れないから。霊能が6に行った時だけ、霊能を使用して霊能が6番投票した時だけ、俺は守るけど、それ以外は守りは入れないから、ちゃんとしてない霊能のためにはゲームしないから、もう自己中心的なプレイヤーは、自己中心的なプレイヤーはもう許さないから。いや、霊能は出てこいよって話はしてたけど、自己中心的なプレイヤーは守んないから。何考えてんだろう、6と8でいけよ。もう俺もやりたくねえわ、もうこんな6、8で9釣るような村は。6、8の生産がつけらんない村は、もう俺はもう やらないよ。もう、喧嘩はしないよ。4守るって9守れんのに。あのね、過剰に5番さんが、ね、9番さんに白いのじゃなくて黒いのをかけたんだよ。だからね、ピッピちゃんも謝ってあげて。でね、とりあえずさ、どうなんだろうな。9番さんが白ってことだからさ、9番さんって真の占い師で感情的になって、クソーって思ってて言ってると思ってる。だからね、落ち着いてって思っているよ。うん。霊能に関しては、さっきの僕の発言があったかもしれないけど、僕は7番さん非霊能を透かすんでしょ。僕も非霊能を透かしたところで、1番さんと2番さんしかなり得ないから、この現状下って、神市はもう1、2どちらかしかないんだよ。そこをイレギュラーに3番神来たってところから、見ていくとって、まあ、仮考察するんだけどね、明日僕噛まれた場合って7番と5番のどちらかに狼がいるってところだから、あたふーたって感じだよね。守んないよ、1番には。あたふーたって。もうほぼほぼ9番釣ったら負けちゃうっていう。俺を教授に来て9釣るやつなんて、もう6、8の精査がつけない、自己中心的な例の、守る価値ないから。俺が騎士の時に舐めてるプレイだけ許さないから。もう舐めてるプレイは許さないで。負けでいいのかもしれないけど、せっかくさ、転校してたし、ピッピ星人にも僕がいっぱい白いのをかけちゃうという話で。中心的なプレイヤーだよ、自分がプレイになったらあれだと思う。5番さんはね、ゴミじゃないよ。うん。本当に。生ゴミだ。白よ。僕釣ればいいだろ。何かゴミだった。違う。生なんだからさ。うん、ってところでね、5番さん、悪い気持ちにならないで。今日はね、9番さん釣りでいいからさ。9番さん釣りでいいから5番さん、もうちょっと頑張って考察しよう。僕らみんなね。全プレイヤー、私はただの石。投票が終了しました。4番守り入れる。追放されるプレイヤーは
9番の遺言を発表してください。もう霊能は守る価値がない。二度とやらねえからな、てめえと。気持ち悪い。守る価値がない。その名前、お前覚えとくからな。二度とやらねえから。ちょっと悪い。ふざけんな。さすがに聞かない。てめえ、気持ち悪いよ。うるせえな、こいつよ。なんだって。聞かなきゃいけないんだよ、もうよ。うるさい。6人まで行ったらよ。9人まで来んなっつったらやる前に。気持ち悪いな、本当に。1に関しても8の偽要素とか言ってるけど、8が、強人を6がそもそも死んではねえだろ。今日4級のランとか言ってんだよ。9なんかつっても白しか落ちねえじゃん。うん、4番守りしかしないよ。人外目線でしかねえだろ。霊能は守らないよ。価値がないから。あれじゃないの、1も。村でやってんだったら、進路進路で。こういうより自己中心的なプレイヤーは守ってもらえると思ってんのか。自分のことしか考えず。5がバカだし、今やらなきゃいけないことは占い精査じゃなくて、騎士の方から行くべきだってことすら分からず、この6と8の精査もできず、はあ、自己中心的なプレイヤーは噛まれればいいから、俺は守りは入れないよ。次の日も守りは入れないよ。価値はないから。そういうのもイラつくんだ、うん。自分さえ良ければいいと思ってんだろ。精査しろやもん。騎士がそれで守ってくれると思ってんのか。だからなんだ言ってみろ。全プレイヤーに言うよ。自分勝手な自己中心的なプレイヤーをどうやって守ればいいんだ。だからもうチャットしてるじゃん。さっきも言っただろ。自己中心的なセオリーにのっとって動けないプレイヤーってのは自己中心的。チームのことを思えない。そんなプレイヤーはもう絶対に許さない。お荷物。ゴミ。ゴミについてはゴミ。9番の人に来てんだろ。何も話してない。4が死んだと思ったら。意図は分かんないよ。だから俺を強人だと思ったのかもしれないけど。終わりにしろ、お前は。意図は分かんないけども。夜が更けました。その意図はわからないけど。騎士の方は夜の守り。若者よ、入れない。そう簡単に結論を急ぐな。四守りしか入れない。意図はわからん。死んで六つってるのがわかんない。九番釣ればいいけど。これは意図はわかんないけど四守りしか入れない。霊能守りは入れない。こういう時には噛まれればいい。価値がないんだよ。自己中心的なプレイヤーは。自己中心的なプレイヤーは噛まれればいい。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。一途に。もうそれでいいよ。俺の助手席が噛まれ、あ、助手席じゃないよ。運転席だった。あ、違う、運転席じゃ、あ、運転席だ。国産だ。ってことで、4番さん、1来るなんだ。9番1白だったのに。ってことは、ちょっと待ってね。あ、2番さんが噛まれることによって、6、8が新居だった場合ってことは、ちょっと待って、4番さん、狼の9番さんが白だった場合ってことは、6、8新居だった場合って、やべえじゃん。終わってるじゃん。だって、どっちも反面終わってるよね。ってことで、仕方がない、それは。ただね、これね、6番さん、4番、6番、9番が占い師で、4は9にしろでしょ。で、6はそれで、霊能すら、ああ、なるほどね、ああ。これ、2番霊能とかないかな。俺、絶対1番と2番、どちらかに霊能がいると思ってたからさ。ああ、マジか。ちょっと、5番さん、7番さん、まあ、パンダになってる1番さん、申し訳ないけどさ、あの、2番霊能の線を追ってかけて、今日、霊能すらしたら6番つっていい？うん。これもう、決定事項ね。6釣り。いい？ 6 釣りだよ。6番さんもうダメだ。騎士になったり、もういろいろしすぎ。6番釣り。4番のプレイヤーが発言します。6番さん、色結果お願いします。それ聞いてからじゃないですかね、3番さん。なんだかんだ。9番の色を教えてくださいよ。白でしょ？ねえ。9番白でしょ？強人なんすよ。だから、1つってくださいね、今日。ああ。ですよね。3番さん、何を思って6番さんから釣るっていうんですか？ 1、2が霊能であるっていう確信がどこにあったんですか？俺は6、8に霊能がいるなと思って、まあ、6には投票したけどね、ワンチャンがあるからね。ワンチャンがあるから6に投票しましたけど。
だって1番強人が分かってるんだから俺がゲームすると思ってるか。騎士って出てたら俺は1投票しかしないから狼いるじゃないですか。前は何と言った俺に対して。それでも6、8人絶対的死に対して失礼な暴言吐いたよな。強人だと6、8の生産もできずに絶対にするよ。俺はもう霊能の2番が出なかったゲームはもう俺はやる気はないから必ず1番1番さんさ制裁ずりって言葉はあるんだよ。1番さんの黒要素叩き潰すから9俺に対して舐めた発言したな。だから9番って6、8の生産もつけずに俺に強人だとお前よ。どの視点でも前だけは叩き俺以外はね勝っても負けでも、うん、それで9から釣りまーす俺はお前を許さない。1番2番お前らだけがぶっつぶす。1番さん霊能で出ないやつだから1釣ってください。舐めた発言する、うん、絶対的真に対して1の黒要素は強人だとふざけた発言そして9番の釣りをした関わらず9から釣りお前たちはもう負ければいいんだよ。だから俺1、2ローかなって思ってたんだけど全然もう負ければいいんだよ。ただ2が噛まれたことで3ローあんのかなって思ってます。3番が6だから占いに行くやつはもう勝ちがない。だから絶対にこの1番を潰す、ね、お前だけは許さない。お疲れ様です。勝ち負けじゃねえんだよ。お前の生き方が許せない。俺が正しい。いやいやいや、この人狼はないやろっていうかさ、もう俺は1番に行く。なんなん本当にキッズなの。いいんだよ。何もう決めたから全然さ、みんなさ、なんかテンション下がるじゃん。決めたから。何があっても一番に行く。わけわからんのやけど。俺の精査がつけられないやつはもう論外だ。こんなやつはゲームしても勝てないんだから。もうやだよ。普通に考えて6、8精査するべきで4級に行くべきじゃなかった。やる人が。4級に行くべきじゃなかったよ。もうやだよ。いや、いいよ。俺が1に行くから。早く PP で終わらせよ。何が願い下げたよ。何なの？そんな言われるし、言われる覚えないしさ。おかしいじゃん。だってさ、なんで私そんなに言われなくちゃいけないのかよくわかんないしさ。ダメじゃいいじゃん、発言。いいよ、もう、な、5とか7とか集するけど、な、俺は1って終わらせる。1番と2番のプレイは許せない。いないんだね、やっぱ。まともな人いないのかな、本当に。いや私だって あなたとは一緒に逃走しないし、絶対。急に村来るなって言われたってさ、あなたの村には行かないけど、他の村には行くから。いや、本当にないでんだ。どうすんだよ、俺よ。何なのって思うよ。自分の思い通りに行かないからってさ、そんな綺麗でさ、たかがゲームでさ、みんな嫌なもん、うん、だから早く終わりたいからこのゲーム終わろ。勝ち負けの問題じゃない。自己中心的な霊能自分のそして6か8精査をつけずに4級っていう精査に行った6番そういう村プレイヤーがそういう奴らは許さない。まあ今日は叩き潰す。9番さんはガキンチョだったんだよ。今日は叩き潰す。あんまりないよ。たまにしかいないから。お前らに、お前らに未来はないと思います。でこれで5番お前らみたいなのに未来はないんだよ。4と9で、はい。あまあ4級精査がつけられないから6、8に行くんだよ。ワンチャン今日は8番さんに守れるから、お前だけは許さないと思って、俺が俺の人生だ。相手はイムーブをして、4級を釣り落とす流れにしました。あの場面だったら、俺はね、8を釣り落とすでしょ。俺が狼だったらさ。はい。そんな感じで、まあこれで8番さん騎士確定ですね。今日はど、でもどうする？9番さんが白だったからな、もう4行くしかないんだよな。4ローっていうのは全然あり得るからな。いや、あと1番、どうなんだろうね。4が1番の釣る、黒なんでしょ。9番を釣った時点でもう許さない。難しいね。6のグレーももうあれだけど、今日は1、PP で2番死んでもいいから、2番と1番に見せしめする。舐めてるプレイヤーとか、未来のためにやるんだよ、1番、2番。今日に関しては4釣りでしかないと思っているけれど。いや、しないっす。はい、そんなの必要ない。5番が6なら1番行って早く終わり。勝てばいい。9番が死んでこれやってたなら、オオカミが勝ちでいいんだよ。占い心境だった場合もあるから、綺麗事いらねえ7番がオオカミでも。さっき2色残ってるから4釣りでしかないと思ってるんだけれど。俺は1番に。6番本当に0度なのって俺は思ってしまうわ。じゃあ6釣れよ。3が言ってる論がおかしすぎないかって、霊能だったら分かるだろうって俺は思っているんだけど、それでも、悩んでるのわけわかんねえわって思ってるよ。取ってる？2は心霊能だった？とまだ俺は置いてしまうけど。今日に関しては4釣ってたら 100% 村は勝てるっていうか終わらない。負けません。今日に関しては負けません。やらなくていいです。俺が1番に行くからです。100% 4を釣るべきだよ。俺が1番に行くから4、6が行って、あと1を入れれば勝ちだから。この盤面下で2、6って
いや、制裁なんです。4が死んだった場合の基本、ゲームをするんじゃない。どこが終えるのと俺は思ってしまうんだけど、舐めてるプレイヤーを潰すんだよ、4番。そしたら次に繋がるんだよ。言ってないでしょ。だからもう俺はとりあえずする1番。1のローしか言ってなくて、1の相方じゃない。絶対に許せない。岸から入らないやつは絶対に認めないから。6番にも言っとくよ。岸から行かなかった時点で俺は絶対に許さない。自分が黒を打たれて4が2死んだった場合でもいいよ。4が死んだった場合でも2ロイチじゃ言えよ。いけないんだって。6と8だったら6つけられねえよ。2ロイチって100パー俺はないと思っているから。舐めてるプレイヤーを潰す。4が100パー俺はローだと思っています。だから4に来ます。以上。8番のプレイヤーが発言します。今日は1番いきます。理由ですか ?6、8、精査をまずつけられない。8を強靭という。6は明らかにすり逃れて、絶対に死んではないのに。8番がどう考えても死んだのに、8番を強靭を期する。君たち1、2番は論外なんだから。だからあなたたちのメンタルは人外なんだから、絶対に1番釣り。いいよ。4、6、あともう一人が人外でも1番に俺は行く。必ず。あなたに言ったよな。4と9の精査がつけられないから、占いから言っちゃダメで。6と8だったら8が死んだんだから、6に行くべきだろ。どう考えても、誰がどう見ても。え、自分が精査を外して自分を村と思ってくれ。思わないよ、メンタルは。言ったよな。これから誓え212番目は岸から行けちゃんと誓え許しを超えそれがなかったら一釣りそれがあっても許さない2番が死んでえの舐めてんじゃねえよセオリーを守れない人間はいらないんだよ俺が岸なら守らないそんな奴は212番目ってか202番目出るんだろ普通に考えたら霊能は出るんだよ212番目202でもいい騎士から行くんだ分かったか ?9 番の信号、わけわかんない理由でお前は釣ったよな。4番守ると言って俺は9守れたんだよ。それにもかかわらず1、2番が試合をぶっ壊した。お前らだけは許さない。9番が死んだったらお前らを潰すんだよ、1、2番、2番。間違った人狼殺をした。分かったか神である俺の言うことに従え、これから。騎士から行くんだよ、今後は。俺を信とこれから思え一釣り1番のプレイヤーが発言します。普通に通報やわ。うるさいお前。とりあえず7番。まあね、4番に関しては1、3って言ってましたよ。1、3って言ってました。で、4番の、人外要素を言うんであれば、9番から僕白もらって。お前が通報って言ってるレベルじゃない。関わらず9番の強靭釣りたがってたっていう意味が分からんよ。この人狼殺の大きな罪だ。俺が狂人やったら、人狼殺内での犯罪行為みたいなもんだ。釣りに行くんやったら分かる。罪に問われるわけじゃない。重い罪だ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 。人狼殺プレイヤーとして恥ずべき行為ってことだ。大きな罪だ。罪を犯したお前を潰す。の場面において9番を狂人で釣らしたかったっていうわけの分からん理論によって、9番を偽だと思って釣ったんだろう、狂人だと思って。そこがおかしいと。4番死んだんだろだからお前を釣るよ。この村えげつない。お前だけは許さない。なんかわけわからんやつばっかりやな。俺ラスールは3やと思ってるね。あ、いや、追加してしまった。3か5やな。5番に関しては精査しないからな。配損やめたけども、配損案件やったかなと思ったけどね。8番も頭おかしいし。ムカつくな、本当にこの村。ムカつくわ。5番に関してもさ、ああいうのいっぱいおるから、もう無視してさ、自分の考察を残してくれへんと、色は分からへん。うるさいね、頭おかしいしちゃっとくな。強靭位置、強靭位置なんやろ、もしかしたら逃げ噛まれてんかな。それか4番が強靭か、よう分からへんけども。とりあえず今日読んでてください。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票。その疑いには、どんな根拠があるの？投票が終了しました。ゲームをしろよ、このメンバー。追放されるプレイヤーは、4番の遺言を発表してください。まあ、人外の1が、人狼の1がって言った方がいいのか。人狼の1が、3番狼でしょ、やっぱり。でしょ？俺、1、3狼だって言ってんじゃん。3番狼で、6が
色結果も落とさないのにもかかわらず、それを気にせず考察を続けた三馬って人がいるしかないのよ。ああ、ほら、一三狼じゃん。一三つって終わりだよ。はい。六狼なんか分からん。それに関しては申し訳ないけど、3の方が分からんから。6から釣りましょうって言われても、じゃああなた霊能使用しなさいよって言われてるんだけど、それせずに6から釣りましょうって言ってて意味が分からんから。3、6に関しては多分3が偽だと思うよ。うん、3、1ローローね。多分ね。うん、まあ一番は明日釣って、したら3日目来るから、うん、3、6釣り切って終わりっす。お疲れっす。夜が更けました。人騎士の方は夜のアクションを行ってください。私はただの石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 。今でも6番持ってくる。1行ってくれそうだから。1行ってくれるやつに行きたい。俺が行くことか。1一択。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番のプレイヤーが発言します。もうさ、ゲーム性破綻するからちょっとさ、ヒロちゃんもさ、落ち着いて、ピピちゃんもさ、泣かないで。子供の声したからさ、そういう年じゃないでしょ。6番さんも頑張って、7番さんもね、9番さんっていう芯が釣られてしまってるよ。4番黒だった。9番の白が分かってるからこそ、なおかつ初週の段階で9番に対しての発言で、9番が1白当ててることに関しての4、6、9の3、4、4番面で、1番と2と2番がなぜか4、6、9の、このローラーに行くっていう風な発言しか残せないから、これ対抗で1番、2番出てくんじゃねえかなと思って潜伏してたの。そしたらヒロちゃんと、6番と8番がキッシーをでしょ。で、6番がそこでひょひょっと霊能使用したわけでしょ。で、昨日に関して4番の9はじゃあ何だったんですか、何だったんですかっていうのは4番が偽だから分かってんだよ。9番の白っていうことを。だから6番線9白だよっていう風な感じにして、3番どうなのって言ってんだけど、4番黒だった。あと相方探すだけ。かといって6番なのかって思ったらよくわからん。1番が黒っていう風に言っても1番噛まれちゃってるし、これで破綻なんだよね。だからゲーム性としては成り立つからっていうので、僕は最後の最後まで霊能使用しなかったってだけなんだけど、噛まれたら終わりってところ。で、6番さん、あなたは何なの？狂人なの？何なの？だったらグレーの中で5番と7番どちらかにいるかなっていう構図だから、5番さんと発言、5番さんと7番さんしっかり発言残してね。今の 盤面だったら、前日の感じだと5番さんを感情的に釣っちゃうけど。ってところかな。まあ今日はあれね、6番さん釣ってもらったら明日は来るよ。確実に。だって僕が真の霊能だから。この発言聞いて5、7分からんのはおかしいよ。6釣り。5番のプレイヤーが発言します。はい。私はスムロです。たださ、そんなにさ、なんか気悪いのに慣れてないからさ。なんかそんな風に言われたらさ、めっちゃ傷つくよね。今、さ、普通に来ててさ、そんな風にさ、暴言浴びることなんてないじゃん、普通に来ててさ。なんでそこまでうなってくるんだろうと思ってさ、何も知らない人にさ、たまたまゲームで会った人にさ、そこまで言われなくちゃいけないんだろうと思ってさ、悲しくなっちゃったよ。ごめんね。泣くような年じゃないっていうのもわかるけどさ、大人げないけどさ、でも悲しかった、ただ。ただただ悲しかった。私なりに一生懸命頑張ってさ、生徒とかしてたつもりだったんだけどね。私はただただ、もう、すむらしよう。それだけ。もうなんかもう全然頭に入ってこない。もうわかんない。だから私は、8番さんのことを信じて、8番さんの言ったところに入れます。ただそれだけ。もう全然わかんない。もう頭に入ってこない。悲しすぎて。どんな年じゃないけどさ、言われ慣れてないよ。普通に生きててさ、そんなにさ、僕さ言われることなんてないじゃん。生まれて初めてだよ、そんなにボロクソに言われたの。悲しいよ。ただそれだけ。ごめんなさい。
取り乱して。ババアなのに、ごめん。6番のプレイヤーが発言します。もう、やべえな、この村。もう5番なんて精査不能すぎてわけわからねえわ。さすがに1の地紙。追える、追えないよな。ああ、そうなったとしたら、俺目線も4級が新境なわけだから、どうなんだろうね。まあ3は、まあおそらく老期点だろう。今日でもそんな感じでねえだろう。1の時間は追えねえ。だから3老期点だった場合、5、7どっちかなんだけど、それがわからんのだよ、俺は。はい。5は精査不能だし、でも3、5つながる？あれはフォローだったの？狼同士で3番さん。どうなの？はい。まあこれで、わかんねえ。もう、この中におそらく二人街、二郎いると思うから、この二票が俺に入っちゃうわけでしょ？八番さん、あんなブーブーして申し訳ないけど、俺が本当の霊能なんだよな。どうすればいいんだろうか。もう三番言ってくれしか言えねえわ。はい、七五に関してはわからん。今日俺死んだら終わりだから、三言ってくれ。以上。七番のプレイヤーが発言します。いや普通に大手考えると6のが偽っぽいなとは思ってるよ。え、6番目線ってどう取ってるの？3537とかそういう発言欲しかったなと普通に思っているけれど、っていうか5がラストフルだったら俺もう無理だろうと俺は普通に思っているから。いやだろうなと思ってるよ、あなたの発言から。これ多分誰か言ってたね、最初にパッション大事だって。5のパッションめちゃくちゃ感じるから。俺は3、6釣り切ったら勝てると思ってるわ。5のパッションを拾っているから。それぐらいかな。だから新郎新郎だったんだろうなと思っていて、おかしいと思ってる、思ってるのは6かな。そのぐらいかな。いいや。俺は5を村だと思っているから、5が、8に任せてるってなったら俺も8に任せるわ。以上。8番のプレイヤーが発言します。うん、だから6つって7すればいいでしょ。うん、それでいいでしょ。うん、5番新郎置いてるでしょ。うん、え、6が、え、新郎新郎で追うんだったら43か46で、え、6で3番の新郎追ってるってことでいいの？6番が怪しいんだったら46だと。うん、でも6番って4白なんだけど、うん、大丈夫？頭の中バグってんだけど、7番って。うん、そういうことなんでしょ？戦う気ないんでしょ？うん、じゃあ7が村でもいいじゃん。あのね、1番というプレイヤーの心っていうの人格みんな分かったよね。自分自身が9つってんだよ。9番が死んだったのか申し訳ないって気持ちはないのか、まず。だから言ってんなら占いから行くべきじゃないって。あ、今日は6ね。そういうムーブ嫌いだから。うん、騎士とか霊能とか占い。うん、だから制裁釣り、6番、絶対何があっても。単身進行で行く。3番人外でもいいよ。制裁。うん。舐めてるプレイヤーを釣るんだよ。未来のために。うん。舐めてんだろ？ 6 番の方は。3番の方は理にかなってる。まあ、一理あるよ。6番二度と釣るな。死んだ後も釣るから、俺は。え、1番たとえ村と分かっていても釣る？当たり前だろ、こんなプレイヤー。9番を釣っといて。俺は言ったよな。占い精査じゃなくて、騎士から行けと。6の方は確定人外だろ。それも行かないで自分が9番に行ったにもかかわらず9番への謝罪すらもない。8番に対する狂人発言の侮辱発言。侮辱だよ。この100ゼロレベルの、レベルで。8神も決め打てないような恥ずかしいプレイヤーの癖して、98への謝罪もないだろ。自分がただ死の一点張り。だからもう1釣りなんだよ。それができなかったんだから6行って7ね。反省しろ。7番。6。全プレイヤーの私はただの石。
たとえ村でもただ5番もあれだから、俺3番もるよ。3番に決めてもらうわ。ただそれだけ。3番に決めてもらうよ。もう3番が放棄したら放棄したでいい。しし6はもうこういうプレイして正しいと思ってたらもうそれでいい。負けでいい。6番の遺言を6が村でももうするんだよ。するべきなんだよ、このプレイ。もう8番バグか、お前が。俺が死ぬわけねえだろ。強人だからこそこんなアピールしてんだわ。ああ、行かれちゃってんだわ。6番もう分かってっからいいよ。はい。俺はもう3番持って基本は5かなとは思ってるけど、だって1番投与してたら5しかねえだろ、普通に考えて。悩んで、最初6は別に仕事したよ。俺は6に怒ってねえじゃん。6が死んだったらこれはふざけてるから。強人だったらいいんだよ。強人だったらいいんだよ。夜が更けました。もっと怒ってない1番だよ。自分の非を認められずに自分が正しい。俺はもう3番に決めてもらうんだよ、全て。そう簡単に結論を急ぐな。7と言ってんだから俺が噛まれなかったら5番行くし。基本5番だよ。1番投票してんだから 4号しかねえだろ、普通に考えて。6強人使用してんだからもう4号しかねえだろ、普通に考えて。うん、5番が泣き続けんだったらもう、そのための布石を打ってんだよ。うん。布石打たなきゃ勝てるわけねえだろよ。ただ基本3番に決めてもらう。7番もわけわかんない発言してんだもん。夜が明けました。これ7番が悪いよ。昨夜は1名の方が亡くなりました。これ7じゃねえの、意外と。これ7かい。8番。7かい、これ意外と。のプレイヤーが発言します。7じゃねえ、これ意外と。だからさ、ヒロちゃん落ち着いてって言ったじゃん。で、9番さんが真の占い師で1番にしろっていうの分かってて、ね。2番がなんでかまれたかなんだよね。で、4番さん狼でしょ？で、6番狂人っていう風に透けんかったのかな。6、8で例の、キシキシ言ってて、出てきてるから。で、4番さんで6番さんどうのっていう風に言ってたから、4番時点で6番が例のって思っちゃったのか。って思って。ねえ、普通に考察してるのであれば5番真面目にやれよ、マジで。でないと5番も泣きじゃくるような発言をするのであれば、なんか、年がいもなくて村人に悪いから、もう精査ならないから5番するね。で、一つだけ7番さんに言うのであれば、7番視点っていうのは、2番が噛まれた現状か、9番が死んでの2番が噛まれた状況かで、僕は6番釣りたいっていう風な発言を残してる。この現状かで7番ってなぜにもって、4番が1番に黒打ってるって状況かで、1番を詰めようっていう風にしなかったのかなって思ってる。7番視点っていうのは村人が勝つためにも4番を釣ったら、いいと思う。そしたら明日村人来るよってことは、この村に対して、これは感情的なものなんだけど、7番さんの人間性でこのゲームを継続させようとして4番釣りしたのかなって思っているから、5番視点がしっかりと7番の黒要素を上げれないもん。何も4号ライン繋ぐ5番する。で、5番さんがしっかりとしたアピールできるのであれば、今日は7番を釣るだけ。でも7番って綺麗事だし。で、熱くなるのはいいけど、もう暴言、誹謗中傷はやめてって言ってるんだから、もう大人の中から落ち着こうね。5番のプレイヤーが発言します。戦略的に噛んだら5なんだけど、7じゃねえ、はい、すいません。7じゃねえ。あんまり、普段言われ慣れてないから、ドレミ出しちゃって大人げなかったと思います。いや、ちゃんとやってくれない？さすがにもう限界だよ、これ。紙一とかでちゃんと判断したりとか、精査入れなければ、あなた入れられるよ。だって、あなた容疑者みたいになってるのが3番して。俺気になってるのが7番のわけわかんない発言ね。7番さんに行きます。7番のわけわかんない発言。3番を陣が浮きしてる発言。紙。まあ5番がこれでしたたかに、俺が7って言ってるから、俺を噛んでんだったら、まあ、やばいよね。俺でマジでね、村でやってんだったらね、陣がやってんだったらやばいよ、これ。それだけは言っとくよ、5番。村で会ってほしいな、もうこれ。もう、多分ね、もう同村拒否食らうレプターで、これもう俺言わないけども。取り乱しました。村で会ってほしいな。年がいもなく。網とか見れば普通に考えるな。楽しくやれたかったなっていうだけ。だって3番の偽追ってたり、なんか変なんだもん、普通6じゃん。なんで1番言われなくちゃいけないんだろうって思ったけど。5番がもう言うこと聞かないなら釣られればいいんだよ、ね。しょうがないよね。下手くそだから。じゃあもうさすがに限度を超えてると思う。初めて2ヶ月するのって、あれだね。判断するの。さあ、ちょっとやってた人たちにはさ、そりゃ、レベル違うけどさ、楽しくやりたかっただけなんだけどな。5番が泣き落としでずっとやってんだったらやばいって。うん、それが分かんなくてさ、勝率とかさ、そういう戦犯とか探すような人と私やりたくないです。グッジョブ、7だとは思うけど、5番がそこまでやってる。7番さんに。シンプルな紙なら7。したたかにやってんなら5。いや、
クソムカつくんだけれど。俺も5でいいんじゃねえと思うわ。小判、精査してるの？やばいよ、これ。ってなるんだよ、5番。言うこと聞かないんだもん、この人。精査をしてないんだったら、感情ずりされるよ。まあ、5でいいんじゃない？俺はラスとウルフに見えてるんだったら、それでいい、いいよ。4番と5番でこんな極太ライン切れるんだろうがな。精査を。どう見てるの？7番のあれってライン切れに見えんだけどな。でも5番がひどいから、まあ、しゃあないんじゃないもん。俺の相変えた位置ってどこなん？そうだね。7が。俺の投票で全て変わると思っているんだけど、昨日番目か、昨日おとといかな。確かに7じゃなくて、俺が4番に入れなくて6に行ったら、6って連れてるんだわ。てか、なんで1噛んだのこれ。それも何も言わずに。何のために1噛んでんのこれ。1の例の待ったから。クソムカつくわと思ってるわ、5番に関しては。5番がローだったらやばいからね。うん。それは7番が無駄だったらそう思うわな。あなたのファッションに関しては、ああ、そこまでやれたらなってめっちゃ思うけれど。なぜ5番は3を追わないの？それ評価集なんてめっちゃ思ってしまうんだわ。ただパッション的に5のロー。いや、7番が変なのはさ、6番って強靭使用してるのに、3番の偽追わないんですかって発言するからあなた変なんだよ。これだけは言うよ。あのさ、7番が変なのって3番の今陣が追ってるってありえねえだろ。そもそもチャット禁止だろ。7番が村で言ってんのかしないんだけど、6って強人発言したんだよ。前の日もそうなんだけど、6ってさすがに 3日目は6の強人しようの前だったからまだいいとして、今日の3番の陣が追うって何考えてんの。もう知らん。5番のプレイヤーが発言します。よくわかんないわ。3が 5? 7が 3? まあ5番でいいんじゃない、うん、5番でいいと思うよ。何番の気持ちでこんなやつに負けたくねえと思った方に入れれば、さすがにこれでオカミだったらやばいけど。裏が負けるわけにいけないから、僕強靭使用してるのに3番の偽を追ってるような発言してるんだから。まあもう5でいいんじゃね、7な気はするけど。でもなんで1冠なんだろうね。3番さんの生き物以上です。3番のプレイヤーが発言します。いや、おかしいじゃん。7番さん投票権あるんでしょ。7番が狼だっていいって俺言ってんじゃん。あのゲーム性を継続させて7番視点が4番っていう相方を釣り殺してなおかつ精査残したのかなって。やばい村なんだけど、この村5番はごめんけど、なんで3番に入れてるやついんのこれ。7番が思う。7番だろう、うん、そのための何考えてんの。5番が投票放棄してさ、5番さんママって聞こえてる。7番ロだろうよ。僕ね7番に村がマジでひどいんだけど、これ6強人使用してんのに3番に入れるやついんだぜ。どうでもいいって。5番さん、5番が放棄して、3番が7だろ、これ、神一見て。5番ってなんで3番に行かないの ?7 番に行かないの？ファッション全部感じ取ってあげようっていう7番さん。ひどいんだけど、村が本当に。5番さん全部否定してるから、僕は唯一チャンスがあるから。あのさ、5番ってさ、なんで7に行かないの？それだけだから。ひどいんだけど、本当に。申し訳ない。6って強靭使用したんだぞ、これで。これで3番のシーン追わない村があんの？ 5 にしても7にしても。ありえねえだろうよ、マジで。何考えてんだよ、6の強靭しようって。これ、いやもうこれマジでひどいんだけど。いやもう真面目にゲームしてないんだもん。ひどいよ、もうこれ。5番がマジでひどい村だったら。投票が終了しました。3番もマジでひどい。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。